はい、えー、おはようございます。え ll、ー、の笹田ですえー、プラモネタでお送りします。昨日ね。まあ一応あの心電プラモができたんだけど、まあまあ最初だからまあしょうがないかとか思いながら一応アップしてたんですけども、も、えー、コメントをいただきました。いつもありがとうございます。えー、e ee 11093。 えー、72分の1シリーズはたくさん集めて飾るという側面もありますので小さいのは致し返しでしょうかそう私があの老眼で72分の1きついですわっしたんでね、えー、でメジャーキットのキャノピーの塗装についた72分の148分の1とも、えー、に専用のカット済みのマスキングシートもありますのであるんですね、えー、それだと貼ればいいだけだから、えー、気が楽ですねあなるほど それから、阿ビコ・マサさん、中学校の時に作りましたが、72分の1はたくさんの種類があっていいです、ね。あそうなんです、ね、やっぱりね。えー、今、えー、100式指定のレンジ色塗装中で、えー、かなりこうやってらっしゃる方なのかなって感じですが、やっぱりそうなんですね、72分の1シリーズは種類がいっぱいあるんですね。そうやってみればね、それはそうですよ、中学校ぐらい、小学校ぐらいの時か、なんかその手のやつ、 作ってましたよねなんだっけ、ゼロ戦とか、ム、うん、スタングだとか、ワイルドキャットだとか、<laughs> 戦闘機ね。それで、でも、サイズこんなだったもんね、<laughs> このぐらい。 だから72分の1だったんですけど当時はねで老眼なんて全然ねまだまだ小学生ぐらいの時ですから細かいのもねバッチリ見えるわけですけれどもねあやっぱりあれですわあの老眼になると細かいのはちょっと辛いよなという文庫本もね最近読書は好きな方だったんですけれども文庫本とかもちょっと辛いっすんでねオーディオブックの方が嬉しい <laughs> みたいな感じなんですけれどもね、えー、それでえっ、ー、と あのー、実は向き屋さん行って探してみたいと思ってますキャノピーねなんかそういう便利なキットがあるんであればメジャーなキット新のはメジャーな部類だしと思うんであるんじゃないかな探してみようと思ってますそれとね昨日やりながらねやっぱりあれですわイージーペインターはあのー、サンダーバード号みたいにね単純に吹き付けて色をけて こうつけるだけならいいんですけども細かい細工をしようとするとねやっぱちょっと薬不足だなというのは分かってきてであのアクリジョンはすごい気に入ってますあの水性なのでに匂いがほとんどしないしないですねで体にあのまた害がないのでこれは非常にお気に入りなんですけどもこのペイントブラシエアブラシに関してはね えっとイージーペインターは本当イージーでサンダーバード作るだけならいいんですけれどもこういうのをこうもっとあの込み入ったやつを作ろうとするとやっぱりちょっとなと思ってねでもコンプレッサーってでかいし高いよね確かあ,っとあのね学生の頃にね ハンドルメンバーでね、すげえそういうの好きなやつがいたんだな。それで、いやコンプレッソ買ったぜとか言ってたからで、すげえかなり値段したんでね、あれは高いんだってずっと思い込んだんですけどね。それで、グ,グってみたら意外とそうでもないんだね。これこれ。タミヤさんでね、で、これ、ブラシも入ってるんでしょえー、っと、ブラシも入って、 これコンプレッサーってこんなに小さいんだね、あれね、こ,このぐらい <laughs> あると思ったんですよ、ダンボール箱1つ分ぐらいの大きさだ,だってイメージがあって、これはちょっとな、置き場所にも困れちゃうしな、音も相当なんだろうと思ってたんですけれども、どうもね、えー、っと、タミヤさんだからしっかりしたものだと思うんです。ななんか星マークもか星もりあの 4.5ぐらいついてるからで金額がびっくりしちゃったえっと2万2182円まあアマゾンの価格ですけども多分モケ屋さん行ってもこんなもんなんでしょうねこれならえ買ってもいいぞって <laughs> そんな安いの絶対10万から20万はするんだよなと思ってさすがに趣味で10万20万はしょっとなと思ったんですけども2万2000ぐらいなら <laughs> 買ってもいいなとかって思ってね、えー、ましたこうただちょっと気にかかるのはあのアクリジョンがね粒子の粒が大きいんでサイズが大きいので目詰まりを起こしやすいよって言うんですけどもねえー、っとあの人模型模型中さんって人のねえー、っと動画見てたらねあの確かに、まあ、の詰まりやすい だっていうか詰まりやすいというかあのアクリジョンって乾きが早いんですってねだからあのちょっとするともうノズルが詰まっちゃうから大、えー、機中は、えー、とコップに網コップに水を浸しておいてそこにそのセンター部分をつけておくとあの詰まらないですよっていうお話を聞いたので、えー、じゃあアクリジョンとこれのセットでもいいかななんて思っているところなんです。 えっとまあ、このぐらいならね、あの趣味でも全然 OK じゃない、このぐらい値段ならみたいな感じ、こんな安くていいのかみたいな感じですかね、えー、っていうようなことを考えております。どうオミクロンどうなるんですかね またでもなんかオミクロン収束したかなと思ったら、また新手のやつが出てくる、来たんじゃないかなんて話があって、いつになったら終わるんだよ、いつになったら出歩けるんだよとかって思ってるんですけども、まあ、あれです、あの出歩けない夜は、あの出歩きの日々はですねあの模、模型で、プラモで楽しもうかななんて思ってます。こんなお手軽ですね、このぐらいで手に入るならね、えー。ということで、えー、プラモネタでお送りいたしました。